フォルテです。そしてゼロくんです。ゼロくん、今日はな、僕ゼロくんの目の前で生まれて初めて人間の筋トレを見せたいと思います。よしよし、まあ、飼い主が全力で筋トレしてたら赤ちゃん猫の反応を見てみたいと思います。ゼロくん筋トレしていい？いい人。ゼロくん筋トレする？よし、ランニングだ。よっしゃ、ナイスラン、カモンカモンカモン、ナイスマ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 ン。上、ニャ、カモン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 、ナイスマン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 。よっしゃ、よし、一緒にマッチョになろうな。というわけで、早速一緒に筋トレしましょう。できるだけ猫ちゃんにね、こっちには来させないようにしたいと思います。いきます。ゼロ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 君、そこに来たら僕下ろせない。ゼロゼロゼロ、ちょっとしようとするな。ゼロ、うわー、口が尻尾の中に入ったな。ゼロゼロ、もしかしてゼロ君は僕の顔が近づいてくるのが面白かったのかもしれません。もう一度やってみましょう。ゼロ君、ゼロ君、ゼロ君、ゼロ君。遊んでもらってると思ってたんかな。どうしたの、おとなしいか。遊んでほしいそうです。痛いよゼロ君、痛いよ痛いよ痛い痛いよ痛いよ。ダメよ、噛んだよ、分かった？ダメだよ、噛んだ、ダメなの、噛んじゃダメなの、悪い子よ、悪い子よ、噛んだよ。じゃあもう一度筋トレします。ゼロ君、どうした、俺の妨害をするな、そこはやめてくれ、カモン。嘘やろ、ゼロ君が重すぎる。ゼロ君、僕は限界です。ゼロ君、どうしたの、やめてくれ。というわけでゼロ君はね、僕が顔が近づいてきたのでね、おもちゃだと思ったようです。